とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日もね、新しくゲットした黄金装備使っていきます。これだね。はい、重力のハンマー。重力のハンマー2つ目なのよ。今まで使ってた、重力ハンマーがこれ251で、まあ、攻撃力がすっげー高いやつでして、黄金スキルに凍結か、モブを鈍化させる、動きがすっごい遅く なるスキルがついてんだけども、今回のやつにも黄金スキルは同じやつ、鈍化がついてんのよ。これはいいんじゃない。で、前回のやつのスキルだけども、クリティカル旋風輝きで重力がついてるから、旋風ってそこまでいらないんだろうなと思ったのよ。し、コメントもらって、輝きよりもこういうハンマーとかは吸血の方が向いてるっていうことなので、こっちをね、火力特化にしようと思います。スキルとしてはクリティカルでしょ、でここを衝撃波で、ここ輝きじゃなくって雷、これでいきたいと思います。で、防具をこれスパイダーアーマーエンチャントでクールダウンが2ついてるんだけども、これでどう、吸血がついてるし、ハンマーと攻撃速度アップがマッチするので、どうだろうか。これ強そうじゃない。こんだけ早く、衝撃波も出てくれるし、雷もガンガン落ちてくれれば強いと思うんだけどな。試してみましょう。なんかね、今までの装備がもうほぼ俺輝きばっかりでやってたのよ。なので吸血ってね、あんまり信用できないんだよな。倒した時に回復するからね。さあどうだ、行くぞ。強っちょっと待って、近寄らせない。おお、あ、この雷と衝撃波が強い。で、あ、ちゃんとね、回復してくれる。食らったとしても。え、ちょっと待って。これは、ドラがいいかな？ドラでいいよね。アイアンハンドアミュレット。あれにするか、ドラにするか、悩むところだけども。いっか、いっか。おお、回復するする。あ、スパイダーアーマー、そうか、吸血じゃないんだこれ。そうかそうか、ダメージを与えた時にパーセンテージで回復するやつか。あ、そうかそうか、あ、俺吸血と、ごめん、間違えてた、勘違いしてた。こりゃいいぞ、そこそこの回復量があるので。これやっていいんじゃない？これドラ、ちょっとね、ドラとね、相性抜群。集めて一気に弱体化させるんで、敵の攻撃力も防御力もガタ落ちして、いいね。あー、でも、ドラのクールタイムがちょっと長めなんで、そうかそうかそうか、クールダウンが3欲しいところかな。いや、でもそこまでもいらないか。もう2でも全然やっていけるレベルではある。いいね。あ、全然満足できる感じだ。え、どっち、俺全然違う方着てたな。こっち、あ、こっちやね。お、いっぱいいる、いっぱい来た、いっぱい来た、いっぱい来た。さばいていこう。しゃあすげえ、ドラと合わせた時の凶暴性がすごい。こいつはすごいぞ。あ、ミスった。まあいいや、ドラを間違えたところで使っちゃったけど、すごいねこれ。力がついた時が
すごいんじゃない？ボコっていく、ボコって。ボコって減る。これボス戦でも全然いけるんじゃない？雑魚戦もいけるし、ボス戦でもいけるっていう。これイケメン装備じゃないの？あー止まった！あー。ラグが起きた時が若干怖い。強い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 、これはいい。来た、ちょっと、エンチャントのやついるけど。ドラをつければ、なんてことないぜ。もう本当にいけるか、あ、無理か、ああちょっと押し込まれた。いや、けども、大丈夫、いけるいける。何がついてるの？あ、防護か。道理で、硬いはずだ。防護ついてるやつはちょっと硬すぎるね。ああ。ドラを入れたところで、まあそこそこ柔らかくはなるんだけど、もともとがね、防護は硬すぎる。ちょっと力のポーション出ないか。あ、出ないか。まあこのまま、ちょっと、行ってみましょう。はいはい。ああああ、火力はそこそこある、やっぱりクリティカル出た時の600万とか半端じゃないダメージが出るね。ああ、運にもよるけど、すげえ火力は出せる。しゃあ、半端じゃない。この武器結構気持ちいいかも。凍結で敵の動きもいい感じに遅くできてるんで、いいんじゃないですか、この重力ハンマー。ちょっと気に入ったぞ。でも使うにあたってはあれだね、このスパイダーアーマーは絶対必要なところか。ああでもこの攻撃速度が 25% 上がった時のハンマーのこの打ち方強いね。気に入りました。はい、今日はねこれ、黄金の重力ハンマー使ってみました。輝きなしでもスパイダーアーマーで全然回復できてたんで、めちゃくちゃ使い心地は良かったです。はい、ではまたね、新しい武器など使っていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。